母ちゃん最近喘息がひどいじゃないですか。うん、そうなの。今年、去年秋ぐらいからかな。まあ子供の頃は年の半分ぐらいはヒューヒューやってたよね。学校も半分以上行かなかったような、そんな幼少時代から比べたらまだいいんだけどね。大人の喘息はダメージが後々が来るね。しました。母ちゃん入院です。終わりました。途方に暮れております。お家帰りたいな。コールさんと父ちゃん、ちゃんとご飯食べてるかしら。遊びの旅行もさることながら、移住の下見とか本当に大変だった。そう、知らない土地に行ける楽しさよりも旅先で何らかの要因で喘息になってしまう恐怖考えると、ドキドキであんまり楽しめなかった。北海道は朝晩の気温差が本当にすごいので、ここに書いてありますが、季節の変わり目とか気圧、谷、台風とかもそうだし、黄砂もダメ、こういうね環境に伴ったもろもろ諸条件ってどうしてもやっぱりクリアできないのもありますが、極力ならないように細心の注意を払って日々暮らしているんですが、今年はちょっと本当にしんどい年です。いただきます。コールさん、母ちゃんに何かメッセージあるか。おはようございます。今日はいい天気。コールさん起きてるかな。おはよう、コール。待てなかった？おはよう。今日はいい天気だね。母ちゃんの部屋に行きましたが、いない。何持ってきた？母ちゃんいなかったね。これは返して。はい、Thank you。よし、コールさん。今日も男2人だけなんで、ナビ、よし、お散歩行こう。よし、行こう。ゆっくり降りて。
くりね。ハッピーが朝帰りしてる。にらみ合った。ハッピー早く帰るな。気持ちいいね。母ちゃんいないけど楽しくやろう。コールカム。あれ、あれ。そう、そうです。はい、ありがとう。おはようございます。コールさんに寂しい思いをさせちゃいけませんね。やっぱりごめんね、コールさん。カイちゃんも会いたいぞ。早く元気になって出社するぞ。おう。父ちゃんにも感謝です。いつもありがとうという気持ちが強くなりました。一日一日を慈しむように大事に過ごしたいと改めて思ったかいちゃんでした。これさ、会いたいよ。よし、こんにちは。できたよ、カオルさん。はい。OK。まず食べよう。ケティ。わあ、美味しかった。よかったね。起きたら頭が凍ってるやつだね、これ。
なかった。すごい。おはようコール。お外はいい天気だよ。ハブ行こうか。のびー。おはよう。よく寝たね。ご飯食べて2時間ぐらい寝た。よし、これハブ行こう。待てよ。よしよ。無理しないでね。オッケー。ちょっと待って、これ待って。コール。そう。もうちょっと柔らかくして感じよう。オッケー。ゲッティ。心配してたんだよな。はい、母ちゃん。尻尾ぶんぶんだわ。母ちゃんに飛びつけないからな。よかったね。コールも好きだね。コールすぐだった。できた。
月。はい。来週夏至なんですか。はい。結婚記念日ですね。ああ、そうでしたね。まあ何からさるの。そういう日じゃないか。未来会う日だからね。天使の寝顔だよ、坊さん。かわいいね。当たり前の日常は日々奇跡の積み重ね。本当にそうだね。